をカジさんにお願いしたいと思いますが、はい、これ気づいちゃったんですけど、はい、もう弾く楽しみはないんですよね。そうです。もう一個ずつしか入ってないんだもん。一個ずつしか入ってないです、ね。はい、じゃあそれがどう並んでいるかはまあこれから分かるわけですけど。どうしたんですか、老眼ですか。いや、このこれちっちゃいやつ、ちっちゃい字かな。ちっちゃい字じゃねえかな。ちっちゃいですよね。うん、ちょっと横でから拝見してもよろしいですか。ああ、そういうことか。なるほど。ね、あ、はい、大丈夫、そうですね。はいはいはい。はあ、ほう、あ、流れはいいんだよな。カジ君スリッパなの？スリッパ風のなんかいいやつ。スリッパ風の、そうだよ、あれはスリッパ風のなんかいいやつ。そうだよ、そうなんだよ、うん、確かに。そうだよ、あのね、リハーサルの時はスリッパ履いてた。完全スリッパだった。ちょっと俺今から空読むんだけど聞いてて、スリッパ風のいいやつなんだ。もうスリッパのこと忘れて。スリッパの方がむしろいい。そうだよね。イベントってスリッパ着てきてもいい。そうみたいです。靴下がない。読むよ、はい、靴下かもしれない、はい、靴下は履いてないよ。履いてないんだ。スリッパやかもしれない。履いてないの。カジさんにここで読んでいただきたいと思います、はい、ではお願いします。えにしって積もればいつか平成9年なんで、なんか意味ありそうだよね。なんで誰、平成やもやする。平成9年は本当にいろいろありましたからね。だいぶ積もりました。いやあったね。あったね。いろいろあるが、いや積もり積もったり、ね、そうそうそう。そうだよ。昭和からの流れでこう、いや9年、みんなが苦労して1年1年積み上げた結果が平成9年だもん。そう。そう、はじくの言う通り。ね、えにしってやっぱ素敵ですね。そうです。はい。イベントパンフレットのご紹介、はい。こちらはライブビューイング会場でも買えるということで。これはすごいですね。井上さんの撮り下ろしの写真めちゃくちゃかっこいいですよ。え、そうですか。ご覧になりました？あ、これ僕ですよ。いやいやいや、ああ、ここ井上さんいつから名前が変わったんですか。ちょっとスマートになられて。ヒロシって書いてある。あれっていう。あれ僕いますかね。いますいますよ、いますよ。あれ本当に？スリッパ野郎。あ、スリッパ野郎。スリッパ野郎。スリッパ野郎、足元をつけないよ。あの会場ではよく見えなかった方もいらっしゃるかと思いますけど、カジ君のスリッパどうでしたでしょうか。 DVD だとよく見れたかなと思います。ではでは、澤下美雪でした。